高い丘の城跡の崩れかけた東屋で、その子は父を待っていた。この日の朝には帰るはずの父であった。それが三つ目の朝となり、四つ目の夜が来て、五つ目の朝が雨だった。しのびのびちゃん、しのびちゃん、しのびちゃん。悲しく冷たい北風、雨すだれ。幼い心をいてつかせ。帰らぬちゃんを待っている。心は四角Bye.
じー、はい、打ち替えてくるな。人生、医学に返す、ことはないけど、やり直しはいつだってできるだろう。内的の振り返るより明日の歌を歌おう。ちゃんちゃん、覚悟な。涙隠して、人を切る。帰りゃ、いいが帰らんときゃ、この子は目ん中骨にらる。この子は目ん中骨になる。ああ、大五郎、まだ三つ。ドラソミレド、ドラソミレド、ドレミレミファミファソファソラ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 ソ。幸せは歩いてこないだから歩いて行くんだよ。鼻水が止まらないな。365のマーチというか、まあ、あれだな。
入らない。300。350億円の。マーチ。350億円のマーチね。Yeah.
よでも終わりなの、あなたとの愛の暮らし、明日からはワイングラスもこの灰皿、何もかもあなたの匂いのするものはみんな捨てましょう。忘れるために捨てましょう。愛の暮らしを涙も流さないで、思い出と別れるのよ、諦めて別れましょう。今日でもおしまいなの、あなたとのお話も、明日からはワイングラスもこの灰皿、何もかも、あなたの匂いのするものはみんな捨てましょう。忘れるために捨てましょう。愛の暮らしをエキャピラいいなソロモメント、思い出と別れるの、エキャピラいいなソロモメント、思い出と別れるのよ。エキャピラいなソロモモメント、思い出と別れるのよ。そうだよ。だって俺閉めてきたからもう7時だよ。閉めたよ。
CD が長いね。ほら止まっちゃった。見えますか？これはあれでしょ、映るとしても鏡みたいにその左右が反対になってしまうのでしょう。プロビットプレールショパンとか言っても音が鳴らない、これな。音が鳴っていませんね、これね。困ったね。
まあ、そうだな。これくらい、まあ、素晴らしいというか、面白い音楽ってなかなかないんじゃないでしょうか。つまり、このショパンのね。創造更新曲付きの2番のソナタくらい面白いものというのがあんまりないんではないでしょうか。そういうふうに思うけどね。まあ、バロック、古典派、ロマン派、そして芸能楽とあるけれども、ね、もちろん、蝶々のメジャーな曲もあるんですけど、もちろんいっぱいね、ありますけれども、ありますが、まあ、まあ、近世、近代の、まあ、いわゆる、まあ、芸術的な音楽、というのは、まあ、悲劇的な音楽が多いのでは、ないか。まあベートーベンとかもそうですよね。で、それベートーベンは古典派とロマン派の境目にいるような人だけれども、まあロマン派であるショパンとかね。非常に悲劇的で緊張感がある音楽だと思いませんか？僕はこういう音楽が一番好きでしてね。思想であるとか、その悲劇的であるというような、まあ、文学的、そういった、まあ、言葉による形容によってはね、まあ、むしろそれはね、音楽的なさ、分析ではないから、それはね、まあそういうことを言っても仕方がないので、それはそうだけれども、まあ重厚なというか悲劇的な音楽が多いのではないのだろうかということだし、聞いていても飽きないですかね。ホロビッツの、まあ、ピアノの魅力というのはもちろんこの前も書いたけれども、フォルティッシモにあるだけじゃなくて、やっぱりピアニッシモのね、まあ、弱音最弱音にもやっぱり美しいというね、いうところがありますよね。まあね、
ショパンっていうのは、まあ、何回聴いても飽きませんね。まあ、まあ、ベートーベンもそうだけどね。まあ、こういう文化遺産があって、まあ、我々はまあ幸せだね、まあね。まあ、こういうものをまあ聞いていたらまあ飽きないし、ね、まあ、時間も潰せますし、何ぼ聞いていても飽きないし、ね、あれ。これは第2楽章ですけど、まあ、第3楽章が創造行進曲であるということですね。まあ、沈黙していてもしょうがないから、まあ、少しまあ雑談から入りますと、まあ、さっき書いた現代人の発言、こら、卓木、じっと手を見てもお金は湧いてこないぞ。今、冗談。鈴木健太郎さんがコメントくれて、単に現代人というより橋本徹、コラとツイートもしていた。いや、まあ、あれですか、まあ、じっと手を見ていて、もう、お金は湧いてこないっていうのは、ハシズムなんですかね。まあ、あとはまあ、コラとかいうことは別に橋本じゃなくても誰も言うと思うけど、コラと言ったから橋本と言ってもね、そうと思いますけど、僕はね。それは別にコラとかそういうことは別に誰でもつぶやくだろうそう思わないですか。からなんか山本よさよがれさんの意見というか、まあ、分析があまりその妥当ではないのではないかのような話を
さっき書いたのは、だから脱原発の人、まあもちろんさ全員が同じじゃないっていうか、まあ同じスタイルではないんだけど、例えばこういうものがあるというか、まあそれはデモをやるのは素晴らしいと思うけれど、そしてまああれですよ、まああのまあ直接民主主義なんだというふうに、まあ、直接民主主義という ことを言っていたけれど、だけどなぜかそのまあ間接民主主義、議会を信じないで直接行動の直接民主主義のはずの人たちがどういうわけかね、小沢派を支持しているっていう不思議ね。まあ、それははっきり言えば、まあ、あの、村上さんとかなんですけど、名指して悪いけど。いや、別に彼らは、まあ、彼らは行動してるのは別に構いませんけれど、直接民主主義なのに小沢派っていうのはどうか理解できませんけど。それから、まあ、そういう、まあ、未来の投資と言ったら、まあ、まあ、選挙と選挙で惨敗したわけだけど、でそうすると別にそんな人が言ったわけじゃないけど、まあ、あの、唯一彼っていうか、まあ、花優さんだけは同じだけれどもね。まあ、村上さんとかは違うけど、まあ、とにかくまあ、未来と負ける惨敗しますって言ったら、まあ、もうこれ分かっただろうと。選挙では、原発はなくせない。だからまあ、国民投資がないというふうに言い始めていますけれど。そういう君子表現するみたいなね、いや君子じゃないかもしれないけども、君子表現するみたいな言動に不信感を持つのも当たり前なんじゃないかと僕は思うけど、どうですか？それは別にあの お前は何もやってないじゃないかと、別に行動せずに論評してるんじゃないかと、批評家じゃないかとね、そう言われても僕は構いませんよ。自分と実は疑問であるというだけであって、ね、それは納得できませんよ。直接民主主義のはずなのに、直接民主主義のはずなのにですね、小沢派を支持する、選挙に負けたら国民投票、それ理解できない、僕はね。そうしますとね、選挙ではダメだから国民投票でやるんだと。いや、あなた方はその国民投票では勝てないと言っていたけれど、選挙に負けたじゃないかって言っているけれど、まあこんなこと言ったら身も蓋もないけれど、まあ事実はこうだよ。事実というか多分こうだよね。選挙でも負けた。国民投票でも負ける。こういうことですよ。まあ身も蓋もないけどね。まあそういう私は別にあの、まあ希望がないこと言っているようだけれども、まあ確かにそうだけどね。そんな安易なことではダメだというふうに言いたいんですよ。そんな適当なこと言っても無意味ですよ。考え直したらいいよ。論理的におかしいってことは気づかないんですか？論理的におかしいってわかりませんかね？直前選挙、民主主義なのに、小沢さんを熱烈に支持する。これ実は矛盾ですよ。で、から、あの、選挙でダメだったらお前たち分かったろうと。だから国民投票しかない。これもおかしいですよ。だって選挙もダメ、国民投票もダメっていう可能性があるじゃないの。なんでそれに気がつかないんですか？
だから私はそういうものを徹底的に批判してるんですよ。それは矛盾なんだよ。なんで気づかないんだよ、それね。だからそれは実践をしてるしてない問題じゃないですよ、それは。それは間違いなんだよ。それ言ったでしょ。だからその直接民主主義なのに、なぜか選挙では特定の人たちを支持する。こういう人はおかしいけれども。で選挙であの負けてしまったら、ね。選挙は絶対ダメだから、国民投票がないんだと。ね。じゃあそれもダメだったらどうするの？そう思わないですか？あまりにも安易なんですよ。悪いけどね。私はそう思います。ティッシュの箱3つあったやつどこ？だからもう出したよ。だってもうなくなったんだもん。3つ実はいっぺんださ、いっぺんに出すのに1個ずつなくなったんだ。でもだって早めに出るからさ。いや違う。1個ずつ出したやろ。でその3つ目が使ったからもうなくなったやろ。あんまりにもひどすぎるな。チュンまあ要するにまああのまあそれは僕の意見であって悪いけどね。だからそれは間違いだよって僕は申し上げてるんですよ。悪いけれども、だからあのこういうこと言ったら非実践的だけど、今そういうこと言うべきではないとかいう意見があるけど、僕はそう思いませんからね。正しいこと言うべきですよ。それは間違いなんですよ。矛盾は矛盾ですよ。納得できないものは納得できないんだなんて言われてもね。それは僕の意見ですよ。だからそれは考え直した方がいいですよ。それは人を騙すようなことですよね。詐欺ですよ。それは間違いだけじゃなくてね、他人をたぶらかすという詐欺ですよ。それはだから考え直しなさい。それはいや、あなたの認識間違ってるだけじゃないか。それはね、はっきりと言えば社会に害悪です。実践してればいいってもんじゃないですよ。間違いだって俺何回も言ってるでしょ。怒ってもね、仕方がないけれど、でも怒っていたんだけどね。まあ、こういうことをね、言っても仕方がないけれども、ね。ですが、私は申し上げるんですけど、あえてね。私はそう思うからという理由でそう申し上げるんだけどね。まあこういうこと言ってても不人気だからまあリスナーもいなくなってしまうけどね、すいませんですね。だけどまあ人気がないとか支持されなくても、まあこれがまあ私の意見ですから、まあ仕方がないでしょう。だから申し上げたでしょ。だからあの敵を間違えるの、そんな話は聞かないと。徹底的に否定をするのだというふうに申し上げましたけどもね。だから否定するわけですけれども。ね。な今申し上げたことの矛盾に気がつかないのかということですよね。
と思うけどさ、それは何か間違いですか？間違いなんですか、それは。間違いではないと思いますよ。僕はまあ残酷な人間でさ、はあ、なこういうことは徹底的に指摘するんですよ。だからそれ今の状況にマイナスであるとかいうことは関係がないんですよ。僕は正しいことを申し上げてるね。それは矛盾であると言っている。他人を騙すようなことをしてはいけませんよ。ねえ、はないですよね。まあ、それがまあ私が申し上げれば断固とした批判というものでございますね。だからまあ、今日も言ったじゃないですか。だから妨害をするとね、邪魔をしますよと申し上げたでしょ。まあ今邪魔してるけどね。いや、これかもしますけど。まあ容赦なくですね、邪魔しますからね。さっき、いや、その花枝さんが紹介していたブログの、いや、これが無公表の実物だという写真を見たけどさ、そこから何を考えればいいんですか？つまりその写真の出どころとか、それが本物なのかとか、仮に本物だとして、それからどういう結論が出るのかとかね、どう考えればいいんですか？前も申し上げたように、僕はだからそういうことについても、まあ、それが真実であるかどうかということに対して関して、まあ、非常に今シビアですからね。いや、これが実物の写真なんだと、目標の写真だとか言われても、誰がどうやってそれを撮影したのかとかね、本物なのかとか、いや、本物だったらどうなのかとかね、そういうことを問題せざるを得ませんよ、それは。で、写真だとか言っても、その写真を使って情報操作をされることいっぱいあるからね、そんな写真を見せられても、それは信じられませんよ、それはね。まあ、今申し上げているような、まあ、内部批判をしてもですね、それはもちろん脱原発はすいませんけれども、あ、そういう有意義なことは皆さんでやってくれということで、僕はそれは納得できないということを申し上げているということですよね。まあ、つまりそれは理屈としても合理的ではないからということですよね。僕はそういうふうに現状の、まあ、いわゆる、まあ、政治的な動きに関してか、僕はそういう批判をですね、提起しております。
まあこういうふうに細かくねこだわっても仕方がないという意見もあるでしょう。 でも僕はこだわるんですよ。だって気になるからね。疑わしいことは信じられないからさ、僕はね、疑わしいことは信じられないんですよ。だからそれが運動にマイナスちゃうとかいうことは関係がないんですよ。まあそれは信じるわけにはいかないということですよ。まあ、いや、まあこういう、まあ、どういう意味か、まあ、僕にとってはあまり専門ではない話をしていてもしょうがないかな。なんかもっと別の雑談をした方がいいでしょうね。何がいいのかな、まだ。音楽の話かね、今これ出版で、プレイショパンが RCA はね、ボリューム1からボリューム3まで3枚あるんだけど、そうね。これはボリューム2です。割合古いっていうか、まあ、モーラル録音の録音が主に入っているようなものなんだけど。他には CBS でホロビッツショパンアルバムというのと、あとは岩さんが好きな、ステレオで再録音の1962年の創造更新曲付きそうになって、今しがた流した1950年の最初の録音とその62年のものを比べますと、62年のものの方が落ち着いた表現であるということだね。まあホルビッツも、まあ、ルビンスタインもそうですけれど、年を取ってお年寄りになって、まあ還暦すぎてね、からの表現っていうのは少しまあ丸くなったというか、若い頃にめちゃくちゃなフォルティってものじゃなくなってきたということですもんね。ルービンスタインもね、この早々更新曲その後って2回録音していて、モーラウとスレオとね、もちろん違うっていうか、もちろんそれは2回の方がもちろん成熟した表現ですよね、もね。はこれ貼り付けたけど、この人はね、エンドレ教会っていうキリスト教の方 で、そのキリスト教を巡ってまあ論争もしたけれど、で一回そのツイッターで相互フォローになったけれど、 でもまあ今は違うんだけど、今お互いにフォローしてないんだけど、別にだから普通普段は会話してないんですけどね。だけどあれだね、だけどこの彼はなんか知らないけど、なんかオフ会で会いたいとかいうふうに言っているけれど、
まあ、最初だから、まあ、エンドレ協会さんともやり合ったのはだから去年の憲法記念日かなんかじゃないかな、5月3日かなんかのね。でだから当然憲法記念日がその関連の話題なんだけど、だから彼はまあ保守派でさ、でまああの北朝鮮の脅威がというふうに言うから、だからそれでまあちょっと議論になったということだったけどね。だけどその後言って、まあ仲良くなったんだけどさ、だけどまあ今お互いにフォローしない状態だけど、だからまあそういう意味ではあの人もそうだよね。まあね、インコの人ってさ、最近よく毎日挨拶して言うともそうだけど、だ彼も最初、彼はもともとこれあの、砂まじいさんっていうか、あの、大本薫さんの関係の知り合い、まあ、友達の友達なんだけど、だからその 3.11 の前とか、前だったと思うけどね、だからそういう時は、あの彼はね、脳科学が好きな人でさ、でまあフロイトは脳科学である生理学であるっていうまあ強硬な主張で、まあそれでまあ彼を言うからまあそれで衝突していたんですけれど、でもだけどまあ 3.11 がの後は彼はまあ政治っていうかまあ民主党の話ばっかり、民主党批判っていうかまあ死んだ方がいいとかそういう意見だ、彼はね、インコは。3.11 以降は、だから、そういうフロイトとか脳科学という話は、まあ、すっかりも鳴りを潜めて、だから、その民主党は死ぬべきであるとか、そういったことだけにね、やってるけれど、ね。だから、まあ、彼と、まあ、割と付き合うというか、まあ、ツイッターだけど、まあ、付き合うようになったのは、それから先のことでもね。だから、それ以前は、だから、脳科学かなんかで、まあ、論争してたわけだから。まあ、3.11 以降、まあ、インコさんとは少し仲良くなったわけですけれど、ね。まあ不思議な人ではあるもんね。まあ、僕は結構まあ頑固な、まあ、もちろん頑固なのはね、見ていて分かる部分ですから。あんまりほら、柔軟にさ、今風に考えない人だから、ね。だからまあ、あれですよね、まあ、アイデアをその現代風にまあアップデートしようというのは思わないということだしもね。だからなんか、西脇さんはそういうこと書いていたけれど、ね、考え方をアップデートするみたいなことは言っていたけど、まあ僕自身はその考え方を現代風にアップデートする、そうやってそのかっこ悪い人ダサいと言わないようにするといったことには関心がなくてさ、いやむしろその現代的なものに合わせたくないっていうことですよ。別に昔のものは言うわけじゃないけれども、まあ自分が多少知っているようなあの枠組みの中で考えたいということですよ。だからかっこ悪くてもダサくても構わないということだから、だからまあ新しいものに飛びつくよりもまあ自分がよく知っているものでね考えたいということですよ。だからさっき申し上げたようなね、直接民主主義とかいうまあと言っていた人たちがまあなぜか小沢さんで、それ選挙で負けたら国民投票っていうようなもの、それまあそれに適応するのがまあ現代風かもしれないけれど、まあ僕にはできないということをやってね。できないってことは、そういうのもそれは矛盾じゃないかというのを思ってしまうということですよね。まあそういうなんでも、まあ次から次にさ、飛びつくことはできないですよね。まああるいはあれですよ、まあ。まあ、みんなが盛んに言っているあれもそうだよ。不正選挙の話もね、だからまあ、船橋の市議会議員のまあ、朝倉さんとか、みんながだからまあ、現役を受けるためにね、そういうことを考えざるを得ない時期もあるんだということだったけどね。
それ考えざるを得ない、やむを得ない時期にしてはですね、あまりにも余計な無駄な労力多すぎますよね。そういうことじゃなくて、そういうこと言っている人たちは真面目に思ってるわけだし、そういうふうにね。そしてそういう考えをみんな広めようと思ってるわけですけれど。だから僕はそれは間違いだと言ってるんですよ。間違いであると申し上げてますよ。間違いだから僕は支持しないし、それだけじゃなくて敵対しますよということだよね。だからそういうことにあえて触れないというタイプの人もいますよ。でこういう、だからさ、昔はその 9.11 の陰謀論が正しいかどうかみたいなものがあったけど、それが来てるけれども、だからそういうことに触れないという立場、例えば田中正夫さんとかね、モサイキ殺人の大木春子さん、大木聖子さんとかもそうだけど、だからそういったみんなの論争になってもらえない、触れないで、まあ、連帯を守ろうという意見もあるけれど、僕は違うからね、違うことは違うって言うからさ、間違いであるとはっきり言うからね。だからそういう意味では妥協がないんですよ。妥協がありませんでね。な、自分の考えを断固主張しますからね。徹底的にやるからね。だから言ってみたら僕は敵対をするというふうにね。田中さんとか大木さんのような、まあ、どう言えばいいの、まあ、王道なタイプではないか ら、 だからそういうものに触れないってことはできないからね。だから自分の意見を言うからさ、それは違うんじゃないかと言いますからね。はっきり言うからさ、そういうのって運動が壊れる、連帯がどうの、団結がとか、そういうことは関係ないからね。違うことは違うって言うからさ、僕は理屈の人ですからね。から論理的に間違いだよとはっきり言うからさ、だからそれは違うんだと、疑わしい、あるいはその合理性が十分ではないとね、そういうことですからね。それは あくまでも言い続けますからね、頑固にですね。だからそれによってみんなが不利益を被るとか、それは知ったことじゃありませんよ。それもやるからね、断固やるからさ、徹底的にやりますよ私はね。内部機関はやめるべきである。そのこと知りませんよ私は。敵を間違えるな、そのこと知らないよ。やりたいようにやるから、断固ですね。間違いであると批判するからね。私は妥協がない人なんですよ。妥協というものは本当にないんですよ。断固としてね。疑わしいものというか、もう疑わしいのに詳細ということを、運動に分断を持ち込まないという理由で、それを放置したり何も言わないというのは僕は間違っていると思うからね。それははっきり違うんじゃないかと言った方がいいと思うから僕はね。だから僕は言いますよ、断固としてね。先ほど申し上げたようなものに関して私は徹底的に批判をするということだし、まあ、妥協もないということですよ。
さんの意見は何、その詩小説を書いた方がいいとかさ。だけどあんまりさ、あの人をさ、あの甘く見てもらったら困るわけでさ、小説を書くとかいうようなことに甘んじるわけがないじゃないの。僕はもっと積極的に攻撃しますよ。実際矛盾であるということはね、あるいは合理性がないということを指摘しますから、徹底的にね。どこまでも言いますよ、断固としてね。まあ、妥協がない人だからさ、妥協というものはないんですよ。だから、連帯がどう、団結がどうの、そういう意見あるかもしれないけれども、僕は言うことは間違いだと思うんだって反論してきなさいよ。できないんだってしょうがないね。僕はあまりその、貧乏だし、あまりあちこちに出ていかないしね、こうやって自宅からネットで書き込んだり、あるいはその放送しているだけですけれども、ね、だけれどもね、そうだけれども、その範囲であくまでも自分の主張を続けますから、断固としてね。それをですね、大したことがないと、なんか言ってるわというふうに済ませようとするかもしれないけれどもね、でもそれは済まないかもしれないですね。はい、さやさん、たくさんいっぱい食べるけど、あんたちょっとカップぐらい食べたいんじゃないの、ひょっとしたら。何だ、カップぐらい食べたいかもね。いいよ。明日昼過ぎにいつも映画撮ってくれるケイノ君が来るから、来るの？それ前に行かないとね。Thank you.
マジでいいよ。12時まで空いてるから。まあでもまあこういう話よね。まあしてもしょうがないからね。今ちょっと大変な記事を見ましたよ。あの英語のウィキペディアだけど、ウィキペディアが実在しない戦争を5年間も載せて昨年12月にやっと削除したっていうことですよ。要するにそれはまあ冗談っていうか、ネットの人がどれだけ騙されやすいかということをやったらしいけどね。まあ、よくウィキペディアというのはまあ引用してはならないとかね、まあ例えば論文とかでね、言われてるけれどもね。確かにあの、そうであるということが分かったっていうかね。だからウィキペディアの作り手がですね、そういうことをやっているんですよ。それ大変なこともな。大変なことっていうか、だからそれは、大変なことはさ、それはだから、まあ、ネットの人がね、まあ、どれだけ騙されやすいかを調べる目的でと言っても、これはね、あれですよ、まあ、昔で言えば、ソーカルがやったことと同じですよ。つまりね、ソーカルは、知の欺瞞って、つまり、現代思想の科学の使い方がデタラメだと言ってね。じゃあ、そういった、ね、哲学とか批評の論文の哲学出しに、わざとそのデタラメな、わざとデタラメに書いたね、意味をなさように自分で書いた、デタラメなその、ね、用語の論文ばかりのものを書いて投稿したら、それが載ってしまったと。で、そんなにデタラメなのだということだったんだよ。だからそうかあるわ、だからそういうふうにデタラメだってことを示すのにわざとそういうことやったわけだけどね。で、今回のウキペディアもそれ同じじゃないですか。だって存在しない戦争の項目を載せていて、5年間もね。で、そしてまあ、まあね、というか、どれだけ騙されるかということをやっていたわけだね。ですからね、それはまあ、意図はどうあれ。まあ、ユーモアとか冗談であったのであれ、まあ、あるいはその批判精神であったのであれね、まあ、それはその、まあ、信頼性がないということになるし、もともと論文と何かウィキペディアは引用してはダメだということになってはいるけれど、まあ、やっぱりダメなんだというかね。まあ、そういうことがあるんだったらなおさら信頼性が下がるということになりますもんね。まあ、その先の記事になったけれども、その百科全書から引用したらダメだみたいなね。百科全書って一般百科全書じゃなくて、その、ウィキペディアというネットの百科全書から引用したらダメだということだけれども。まあ、確かにね、ウィキペディアをコピーして論文を書いてしまうというのは、それはあまりにもね、ダメな表説だから、それは私だと思うけれどもね。そうではあるけれど、その百科全書から引用したらダメだ、原点に値というのはね、まあ、正論かもしれないけれども、だからそれはだから、じゃあそれはその、ウィキペディアを含めてその百科全書とか、まあ、いろんなものが散らばってるだけじゃなくて、それをなんか一つのまとめようというそういう編集値というかね、そういったものに対する信頼性を損ねるというかね、それは原点を与え、それはもちろんそうだけれども、なかなかみんなそうできないときに、原点には与えないけれども、まあ、相対的に信頼できる情報に接することができると。そういうことでなければね、ウィキペディアを含めたその百科全書、百科事典の意味はないし、ね、それはだから昔ながらの18世紀の百科全書からその現代のまあウィキペディア、ソータでも同じですけれど、だからその場合そういうふうに編集されたものをね、信頼性がないということになってしまったらね、それは困ると思いますよ。それは人間の知識が増えていくということだけじゃなくてね、でそれが政治さえで使いやすくなると、ね、そういうことがやっぱり人間は実際の知識を使うためには重要なわけですから、ね、でこういうことがあるからウィキペディアは信頼できないということになったら困ると思うんですよね。まあ、確かにウィキペディアは信用、まあ、頭ごなしに信用しちゃいけないと言われてるけれどもね、そうは言われてるけど確かにね。
それはね、今日の昼頃かな、その紹介した記事もそうだけどね、そのネットで個人情報が売買されている、まあ、ソーシャルネットワーキングとかね、ツイッター、フェイスブック、まあ、そういった個人情報がどんどん売買されているから、プライバシーを守りたいとネットをやらない方がいいかもしれないという意見が、まあその、まあ、その技術畑の評論家、批評家によって記事に書かれていたけれど、皮肉なことで、まあ、それもネットで書かれているわけですけれどもね。じゃあ、だからといってさ、じゃあみんなそのプライバシーを守るために、ネットが撤退すべきなのかっていうとね、じゃあネットがない生活を守ればいいのかというとね、まあそれではやっぱり、まあネットにはそのマイナスの部分、負の部分もあるけれど、まあプラスの部分もいっぱいあるわけだから、使える要素もあるわけだからね、全く使えないってことはやっぱり困ると思うんですよ、それはね。まあどんどん個人情報が売買されて、危険すぎて誰も使えないっていうことだと、非常に困ると思うんですよ、僕ね。さっきのウィキペディアもそうだし、ネットもそうだけれども、まあ、危険性とか不十分さがありながらもですね、まあ、使えるってことにならなければ、どう言えばいいの、まあ、知識ない情報があるということだけでは不十分で、それに対するあの接近可能性というか、アクセス可能性とか、あるいはその節約、まあ、労力とか時間の節約、ね、時間の短縮、経済合理性とかね、だから何かちょっと書こうと思ったら全部いちいち原点に当たらなければいけないんじゃなくて、まあウィキペディアにもし信頼性があるから書いたらそれを使うとかね、まああるいはまあこの話は僕は昔は知ったけれど、だ昔だったらまあソーシャルネットワーキングとかツイッターとかなかったからね、まあいろんなホームページとか、な昔はブログもなかったんですよ。ホームページしかなかったから、だからそういう時にはそのホームページをいちいち全部ね検索しなければならないとかね、つまり何か自分が得たい情報についてね、そういうことだったけど、今はまあ、ブログができ、ミクシーができ、ツイッターでフェイスブックが入ってきたということだと、まあ、大体そういうソーシャルネットワーキングを抑えていれば、まあ、大体そのネットの情報はつかめるし、まあ、そのまあまあ、そういうソーシャルネットワーキング以外のまあブログとかホームページその他の情報もあっても、まあ、それはそれでもまあ、まあ、ツイッター、フェイスブックとかにまあいわゆるまあシェアとかチェックされてくるから、まあそういうのって、まあまあ、まあ例えばそのフェイスブックを見ていれば、まあある程度まあこうコンパクトに理解できるというようなね、そういったまあ合理性というか、まあ節約というか、そういう意味で、まあ節約という意味でのまあエコノミーとかね、エコノミカルというか、まあいちいちどこに何があるかわからないネットをいちいち全部検索するんじゃなくて、まあある程度この範囲だけ見ていれば、大体のことは、まあ現在の日本で話されている大体の議論の通性わかるというふうにならなければね、でそういうことで、だから僕は申し上げたのは、だからね、ウィキペディアとか、まあ、ネットとかいうものは、だから、本来本格的にやるんだったらね、本格的にやる場合は、もちろんスローでなければならないけれども、それは、ウィキペディアではなくて、原点を渡らなければならないし、で、単にネットではなくて、実際に会ったりして、スローにやらなければならない。つながりを大事にしてやらなければならない。それはもちろんその通りではあるけれども、他方でその、ある意味でその労力とか時間を節約しなければね、まあ何でもいちいちそのネットは危険である、ウィキペディアは信頼できない、とかそういった理由でまあ、使わないんであればね。まああまりにも時間かかりすぎるからね。うん、だから、まあある程度もそういう、まあ効率という観点からもまあ、そのネットとか、まるでその、ウィキペディアに限らずもそういう百科全書的なものというかまあ、編集値といったものが必要になるというかね。まあ情報が、溢れれば溢れるほどまあ、それを、まあ、何でも形で、ある程度の視点からその整理して、分かりやすく提示するということがなければ、まあ、どれだけ知識や情報が溢れていてもね、まあ、誰も使えないものになってしまうということですもんね。ですから、まあ、そういうもののセキュリティとか、その信頼性を高めていかなければならない。ね。ということは、その先ほど申し上げた話と違う話ではなくて、その、花湯さん、に限らず、まあね、その、まあいろいろあるけど、その昔の911陰謀論から、まあ、その不正選挙に至るまで、まああるいはその、ネットのいろんな意見ね、だから直接民主主義と言ってたと思えば、小沢さん、かと思えば国民と、だそういうさっき批判したけど、だからそれも同じことというか、まあ、まあ要するに信頼性ということなんだけれども、ウィキペディアに虚偽が書いてあるだろうと思ったら、まあ安心して参照できませんもんね。それ
ウィキペディアはそのみんながその書き手っていうかその編集に加わ、まあ、執筆に加わるから、まあ、専門家だけがしっかり書いてるわけではないから、だからそういう意味では、ちょっと信用するわけにいかないということがあるかもしれないけれども。だけど最初からね、騙そうと思って、虚偽を書いているということは、非常に困りますもんね。ね、だそういうことはやめてほしいし、なるべくその信頼性を高めていくべきだしね。で、どういうその、ウィキペディアに限らずそのネット上の議論とかその情報提供にしても、まあ、なるべくその他人を騙すとか欺くってことはやめてですね、まあ、信頼性を高めていくべきなんじゃないのかということですもんね。でそういうことによって、まあ、まあ、僕に限らずその多くの人が、まあ、安心できるわけですよね。で、まあ、僕はそういうことが必要だと思いますけれど、どうですか、まあね。つまりさ、どれだけ、まあ、虚偽とかね、あるいはその頑張って間違えたんじゃなくて、その最初からまあ騙す目的で、そのさっきのウィキペディアの存在しない戦争じゃないけれどもね、最初から虚偽だとかっていうことを書く場合もあるわけだけれどもね、だからそうではなくてね、まあ、ある程度、まあ、7個の仕方で、まあまあ、少しずつその信頼性を高めていかなければダメなんじゃないか。で、それで信頼性を高めながら、まあ、同時に、まあ、効率とか、その経済性も、クリアしていけたら、なおさらいいでしょう、ということでね。で、それは、さっきの意見、ウィキペディアとかネット総合に対する会議ってものね、ウィキペディアは嘘を書いてある。ネットは個人情報だまれ、ということになったら、まあ、そしたらね、顔を合わせて話すしかないという、まあ、そういう意見になってしまうんですよ。で、それは僕はダメだろうと思うんだよね。顔を合わせろというのはね。ですから、まあ、できる範囲で、まあ、そういうセキュリティとか信頼性を高めていかなければね。もちろん完璧はありえませんけれども、だからそこをずつ、まあ、ね、ウィキペディアでも何でも、まあ、虚偽は書かないとか、ね、まあ、あるいはそのネット、ツイッター、その他議論にしても、まあ、できるだけ、まあ、妥当ではないということは、それは違うんじゃないかということにして、まあ、やめていって、まあ、まあ、できるだけ信頼性が高いという、ね、ことにしていかなければ、まあ、大臣も安心するわけにいかないんじゃないの？まあ、それがですね、まあ、ネットの世界では難しいというのはね、まあ、事実ですよね。それはわかります、僕のね。まあ、難しいけれども、なんとかできた方がいい、今ね。だからその、ウィキペディアを批判する記事にしても、そのネットを批判する記事にしても、まあ、セキュリティとかでね、そう言ってることは正しいんですよ。正しいけれども、そういう人たちに言う通りにしたら、まあ、まあ、経済性とか効率の観点でちょっと問題があるということですよ。ただその、ウィキペディアとか、もっと広く言っても、百科全書、百科事典は信用できないから、原点に当たるべきである。まあ、あるいはそのネットはセキュリティがやばいから、やめるべきである。ということになるとね。じゃあ、そうすると、だから、何か、本だったら、その、現地に渡らなければいけないし、まあ、あるいは、その、他人と話す場合は、その、顔合わせて話さなければならないということなのかね。まあ、それは理想でしょうけれども。まあ、それではね、その、現在存在する知識とか情報とか何かを整理できないし、それに限らず、まあ、他人とのコミュニケーションも整理できないという、ね、ことですね。だから、その、現在あるテクノロジーとかメディアの枠内で、まあ、少しずつ信頼性を高めていくということがね、大事だと思いますよ。ええ。だから、なるべくその信じられるか、信頼性が高いというか、その蓋然性が高いというかね。うん。だいたいこれで、まあ、妥当であろうというふうにして、まあ、少しずつね、出ていかなければ、ダメだよね。ただまあ、そういうことは難しいってよくわかるっていうか、ね。西垣徹さんっていうそういうコンピューター問題の専門家が書いていたけど、ID 革命という新書でね。ネチズンとかネット民主主義ってなかなか難しいんだ。なかなか成り立たない。
いいということで、まあ、インターネット黎明期にそういう議論があったというか、まあ、現代もあるだろうけどね、あ東博樹さんとか津田大介さんとかあるけれど、まあ、特にそのネットの黎明期というか、そのネットが生まれた頃っていうのはまだ生まれたばかりだから期待も大きくてね、でこのネットによって、まあ、これまで十分になかった民主主義ってどんどん深まってね、実現するんじゃないかと、まあ、ネットだとまあこれまでしがらみとかなんかもなくて自由に議論ができてね、理性的にね、ですごく建設的なんじゃないのかっていうことだったけれども、まあ、なかなかそうならないということにも、その専門家の西垣さんも気づいてきて、でそこでその IT 革命その他を書いて、でその後、まあ、スローネットというものを書いてね、でそれは辻真一さんとかはまあ結構好意的に引っ張っていますけれども、まあインターネットその他に、まあ、限界とかあるいはセキュリティ問題があるということは事実だというふうに認めなければいけないということと、そうは言ってもね、まあ、それを使わざるを得ないっていう、ね、両方のことがあるんじゃないですか。じゃあ、まあ、これ一旦切った方がいいのかな。明日鼻毛を切ろうと思った。鼻毛伸びっていうかね。だから、今朝もその、まあ、真実のステータス、ということを漏らしたけどね。まあ、いわゆるまあ、普通にまあ、ジャーナリストとか、まあ、みんなが問題するものと、哲学者が問題するものと、まあ、それから別にその、今朝言ったのはまあ、ソフィストというものがあってね、まあ、例えばゴルギアスという人がいるんだけれども、彼がね、あれですよ、真理は存在しない。存在するとしても知ることはできない。知ることができれば他人に使えることはできない。と言ったんだけど。でも彼はそういう懐疑的な認識をしたから、意見に至ったから沈黙したわけじゃなくてね。じゃなくてまあ、レトリカのことを言い続けたわけだけれどもね。そういう場合のまあ、真実と、そうじゃない虚偽とか、あるいは、見せかけとかね、レトリック、まあ、そういうものの関係とかね、もね、もう考えた方が良いというかね、なんか午前中も言いましたけど、ソフィストじゃなくて、いや、本物の哲学者だったらいいのかっていうとね、まあ、例えばソクラテスかプラトンだったらいいのかっていうね、まあ、そうも言えないんじゃないですかっていうのが僕は面白いことだね。だって、古代ギリシアのソフィストの技術ってのはまあ、現代で言えば弁護士のようなものですよ。だけど、それでソクラテスやプラトンの真実の知というのはね、何の役にも立たないものだし、いや、むしろ死の学習、死の学びだという一つのものだよね。だとすればね、だからそういうソフィズム、ソフィストは虚偽だから知り解けて、哲学だったらいいんだという、ふうに言えないと思うんです、僕はね。別に、紀元前のね、古代ギリシャじゃなくて、別に現代の話でもいいですよ。現在の日本でね、別に何でもいいけど、ね、まあ、ごく一般的にどんなことでもっていうことであっても、あるいはその社会運動についてということでもいいけれども、弁護士が言うこととね、まあ、いわゆる哲学者が言うことと、皆さんどっちを信じるんですか。まあ、それは哲学者よりも弁護士の方を信用するんじゃないですかね。弁護士は実際的だし、社会問題取り組んでいるし、ということでね。そうじゃありませんか。違いますかね。まあ、そうじゃないというのもいろいろだろうけれども。で、それ哲学者というのもいろんな人いるけれどもね。哲学者ってソフィストとか言ってもバカにしたもんじゃないんですよ。まあ、ソフィズム、奇弁術、レトリック、ダイレクティクス、弁証法とか言うとね、弁証論って言うと、まあ、例えば、昔の頃、大物の頃、上祐文弘さんのような、ああ言えば上祐みたいなね。つまり、どんなこと言われても反論できるみたいなね。まあ、ただそれだけど、まあ、まあ、空気なものというふうに思われがちなんだけれども。まあ、そうとも限らないっていうか、だからさっき申し上げたでしょ。現代言えばその弁護士のようなものになったと。まあ、あるいはその政治家、議員のようなものですよ。だって議員は、政治演説するわけでしょ。で、その政治演説するときにね、
まあ、物を書くときのように、まあ、自分の考えを十分に展開できないから、短い時間にまとめなければいけないし、で聞いてくれると聴衆に対する効果も計算しなければいけないっていうことでしょ。だから昔ソフィストが教えたのはそういうことなんですよ。だそういう意味で言えば、その現代存在する、まあ、実際的な人々ね、弁護士であれ、政治家であれ、議員であれっていうのは、ソフィストに近いと僕は思うんですよね。ええ、まあ、言論とか言論に限らず、まあ、さまざまなものを効果的に使って、ね、まあ、自分の目的を達成するための実際的なテクニックということだから、ね。だからそういう意味で、昔のソフィストっていうのは別に馬鹿にしたものではないんですよ。ただ問題はそういうような弁論とか言論の技術をどういう目的で使うかということですよね。ですが、それは、まあ、弁論術に限らずどんな技術でも同じですよ。どんな技術だって、どう言えばいいの？まあ、素朴な言い方だけど、悪いことのためにも使えれば、良いことのためにも使える。つまりさ、大衆を扇動して、とんでもなく ひどいことをやらせるためにも使えるし、逆にそうではない目的にも使える。って思うだよ。それはね。弁論術もね。それは、すべての技術が同じなんですよ。すべての技術が同じだと言っても、例えばね、今の核爆弾とか原発のようにね、まあ、それを平和利用できるとは言えないものもあるけれど、ありますけどね。あるけれど、もうソフィストのその弁論術というものに関してはね、まあ、それは有害だから全部やめてしまえというわけにいかないんですよね。我々はそれは真実とかないか、真実というかね、事実をそのまま語れば、それだけでいいというふうには残念ながら今なってないから、ね。さっき弁護士と政治家というのを挙げたけれどもね。つまり言動によってその効果を生み出すということです。それだけじゃなくてね、まあ、20世紀後半とかその現在においてはね、マーケティングとか、広告、イメージ戦略、そういったものも導入されているけれどね。そういったまあ資本主義的なというか、まあ、いかがわしいものも導入されているけれど。それはね、良くないというか、嘆かしい傾向だと思いますよ。そうは思うけれども。だけどね、まあ、なるべくだから、他人を邪魔するんじゃなくて、欺くんじゃなくて、真実を語ってはいいとは僕は思うけれども。そう思うけれども、さっき申し上げたように、そのマーケティング、イメージ戦略、広告的なもの。そういうものは、退けるわけにはいかない、当面はね。ね。ということなんですよ。だからそういう意味で、だから僕は真実のステータスの問題だというふうに申し上げたんです、だし、ソフィストに関してどうですかということも申し上げたわけですから、ね。だから、まずそのソフィストというのは、そもそもその、現代では弁護士に似てるんじゃないかと申し上げたでしょ。で、それだけじゃなくて、まあ、政治家議員にも似てるんじゃないかと。さらには、じゃあそういう政治家も使っているような、マーケティング、広告代理店、明治戦略はどうですかということを申し上げましたけれどもね。うん。でさ、そういう全ての技術、テクノロジーっていうのは、善用もできれば悪用もできるわけですよね。ヒットラーのように、最初に大規模に政治においてそういうことをやったらヒットラーだと思うけど、ヒットラー以前に誰かいたかもしれないけどね。ヒットラーはその広告宣伝省のゲッペースと組んでそういうことをやったわけだけどね。で、現代もその、例えば、今日もニュース流れてたけど、アメリカの大統領選挙でも、どちらの陣営もその広告代理店を雇って大規模にやるわけですよ、ね、そういうことをね。今そういうことになっているから、ね。まあ、どれだけですね。まあ、真実が望ましいって僕はそう思うけどね。真実が望ましいと思いますよ。思うけれども。そう思いながらも、まあ、現在のその大衆民主主義という枠組みで、さっき申し上げたようなモーモーテクノロジー、言論のテクノロジー、弁論術、まあ、それに限らず、まあ、イメージ戦略、広告代理店、マーケティング、そういったものも、避けられないということもね、同時に考えなければいけない。で、そういう技術とかテクノロジー、善用もできれば悪用もできるから、まあ、なるべく、人々を騙す方向には使わない方がいいということですもんね。まあそういうことをね、とりあえず、まあ結論にしたいんだけど、どうでしょうかね。
で今申し上げたのは、僕は今日午前中からずっと申し上げているその真実のステータスという問題なんですよね。で僕のようにその真実のステータスということを言う人はね、まあ、通常はそのソフィストがいいということは言わないん、いやむしろプラトンがいいというふうに言いますよ、皆さんね。確かにプラトンはものすごい大哲学者だと思いますよ。また すごいですよね。すごいくらいでもその、まあ実際その、例えば今日僕が言及したような、プラトガラスとかね、ゴルギアスとかね、そういう対話を読んでみてどうなのかということも考えないといけないしね。ソクラテスは政治家でもなければ将軍でもないんだけど、まあ自分こそが唯一の政治家だみたいな体現総合をして、で、その対話の相手がそのこと言ってたあんたはまあ、殺されますよ、みたいなこと言われるけど、まあ実際そうなったわけですけどね。とか、そういう問題もあるわけだし、で別にそのソクラテスの思うとか、プラトンが書いているソクラテスの言動というのは別に透明ではないんですよ。いわゆるそのソクラテスのアイロニー、ソクラテスのイロニーというものがあるわけでしょ、ね、ダイアレクティクスというものはね、プラトンにもあるんですよ。プラトンの場合は対話ない対話ですよね。だから弁証論とか弁証法論とか、プラトンによくダイアレクティクスはまあ対話ですよね。だから対話編という形で書かれているからね。だからね、先日申し上げたことといえば、まあ、ロゴスとミュトスというね、つまりあの、狭い意味ですの概念的に書いてあることと、まあ、神話を使ってあの、まあ、イメージというか、あるいはあの物語で書いてあること、両方があって、で、僕は先日申し上げたのは、あの、そういう、ミュートスというか、物語の次元って無視できないんじゃないかということを申し上げたけどね。通常、まあ普通の哲学者の読み方っていうのは、そう、ミュートス神話って二次的だから、軽視するというものなんだけど、いや僕はそうは思わないんですよ。で、それは、プラトンに限らず多くの哲学者においてそういうことはあって、まあニーチェにおいてもね、まあ、哲学的な主張と別にそのツアートスラーがあるわけだけど、そういう詩があるわけだけどね。だそういう、まあ、ニーチェの場合は詩です。プラトンの場合は神話だけどね。だそういうものを軽視できないと思うというか、ね。プラトンがいろいろ書いた中で、まあ、一番有名な神話というのは、その国家編におけるあの、エルの神話というものですよね。で、忘却の川、レテの川というものが、ね、出てきますね。それはどういう お話でニュートスかというとね。まあ僕は覚えている限りで対応を話しますと、まあこうだね。人間が死にます、死にますとね、その魂が冥界というか、あの世に行きますけれども。そしてまた生まれてくるっていう、つまり輪廻転生というかね、生まれ変わってくるわけですけれど。だけど、たまにさ、今でも、まあ、前世の記憶があるっていう、ごくたまにいるけれど、まあ、大多数の人はそれないわけだけどね。じゃそういうことを、じゃあ、その、輪廻転生を信じる人はどうやって解決するかというとね、その、魂が生まれ変わる前に、忘却の川、列の川の水を一つぐい飲むのだと。そうしますと、それまでの過去の、それまでのね、過去の人生、過去、これも、生きてきた生の記憶をとりあえず失って、そういう状態でまた生まれるんだというね。そういう神話ではね。エルの神話というのはね。で、プラトンはいっぱい神話を書いてますけどね。どの対話編でもね。で、この国家編における、まあ、エルの神話というものは多分一番有名な神話だと思いますけれど。ね。なあ、その先日はね、まあ民族学。まあ、柳楽におとか、その他の民族学とか、あるいはその現代のまあ都市伝説とか、もし世界100人の村だったとか、そういうものと結びつけて、その、神話とかミュートスっていうことを申し上げたわけだけれど、まあ僕はそういう、まあ、神話とか物語とか、まあ、あるいはもう少し軽い意味でのね、お話という次元っていうのは大事なんじゃないかっていうかね、まあそれが一番人を、に働きかけると思ってるんです、僕はね。だけど、同時に、オルレアンの噂というものにも言及したけれど、どう言えばいいんですか、まあ、まあ、それはその戦前か戦中か戦後かわかんないけどね、フランスで
あるブティックというか、それに入って女性が次々行方不明になるという噂が流された。それがオーレアンというね、地方都市だったのかな。で、そういう噂がその町に一件バーッと流れたわけだけどね。ですが、その社会学者が追跡調査してみたら、別にその失踪した女性なんか存在しなかったということなんですね。ええ。だからその店に行けば、その人間が消える、女性が消えるっていうのは、デマだったんですよ。ええ。じゃあなんでそういう作り話が作られて流布したのかといえばね、それはまあ、その当時のヨーロッパにおける反ユダヤ主義と結びついていたということでね。だ僕が言いたいのは、そういう、まあ、噂回しとか、ね、お話とか都市伝説、そういったものにも、だ先ほど僕が期待したような、プラスの面だけではなくて、だそういうネガティブな場合もあるんだよということを指摘したかったんだよね。で、そうではないものであってほしいということだけど、だその先日申し上げたことをもう一回さ、まあ、短い時間で要約しますと、こういうことですけどね。大塚秀司さんという批評家がいたその彼がその憲法力とか、その憲法力じゃないか、つまり憲法の全部書き直すという、とりあえずことをやっていたり本を出したりしているけれど、まあ、彼は本業は漫画の原作者であるとともに、その憲法とか非武装を重要と論じているんだけれども、まあ、その両方両数が、まあ、一つになったらいいですねというか、つまり、だってそのみんながっていうか、まあ、まあ、思想に興味がない、大多数の人がまあ支持したり興味があるのは、それは漫画の原作としてのまあ大塚さんの方だから、という話が一つと、まあ、あとは、まあ、池田佳代子さんの、まあ、優しい言葉に日本国憲法っていう話も、まあ、したしね。とか、まあ、いろんな形で、ね。だそういうものを力に期待できないんでしょうかという、そういう流れで、まあ、物語とか神話とか、あるいは噂、お話という話をこの前したんだけれど、ね。僕は、だからそういうものが、力が合うんじゃないかと思っているんですよ。ね。なぜなら、僕も経験をしているけれども、まあ、哲学の話はややこしいし、まあ、退屈だから興味ないっていう人多いし、ね。まあ、あるいはその法律学とか憲法学、まあ、やっぱりわからないとかね、言う人が多いと思いますよ。まあ、あるいはその学問的だから退屈だとか言う人も多いと思うしね。まあ文学にしても文学もやっぱりつまんないなと思う人多いと思うからね。あるいはちょっと久しぶりにくいとかいうことで。だそういう意味でまあなんとかね、まあそういう お話的なものはどうなのかというふうに思ったということだけどもね。池田佳代子さんは今その脱原発の関係でいわゆる批判されているけれどもね。で、彼女はもともとそのドイツ文学者であって、まあしかも交渉文芸の研究者というか、だそれこそその世界がもし役員をもらったらそうなんだけどね。とネットであるメールがどんどん転送されていって、そうするとそれにいろんなまあ、おひでが付け加わったりとか、あるいはね、それがその転送される中で、その転送する中で誰かがそれにちょっと付け加えたり書き換えたりする中でね、少しずつの変わっていったというようなことがまあその彼女の研究対象だったんですけれどもね。で、その民族学というのは基本的にその昔の失われつつあったかつての日本というものだからね。実は現在だったどうかといえば、ただそれはまあ都市伝説とかそれに近いものじゃないかと思うんだけどもね。池田佳代子さんはまさにそういうことを研究されている、地に取り込んでいるわけなんですけれど、ね。いわゆるその、優しい言葉で日本国憲法というものも、類似のテーマがあるわけじゃないですか。つまりね。それは、現在の憲法、日本国憲法の、まあ、日本語の表現ってちょっと、まあ、現代人にとってはちょっと硬いから。まあ、基本的にその憲法だと GHQ が準備したから、英語バージョンもあるんだけど、で、その、英語を左ページ、で右ページにその池田佳代子さんが訳した、まあ、まあ、平易な日本語という形で、大訳という形で出したらどうなのかと。で、それがその優しい言葉で日本国憲法というもので、そしてそれに
ダグラス・ダミスさんのまあ解説がついているってそういう本だけどもね、例えばその、まあ、憲法のね、全文とかね、ちょっとまあ、我らはとかいう形で、まあ僕らにはあまりその馴染めないものじゃないかと思うんですけれど、ね。で、それを池田佳代子さん、例えばね、まあ日本の私たちは、という書き出しとかそういうふうに訳しておられるということなんだよね。で、そういうふうにまあ憲法を、自分の言葉で語り直す、書き直すというプロジェクトは、大塚秀治さんのね、憲法全部を、まあ、それぞれの人が、まあ、書いてみると、そういう講義を彼はやったみたいだけど、まあ、それとちょっと似てませんかね。でそこには、まあ、どう言えばいいんですかね、まあ、裁話というか、語り直すというテーマが含まれているんじゃないですか、まあね。実はですね、このユーストリームが、ユーストリームの、視聴者数の標準って不正確だということが分かったということでさ、どういうことかっていうとね、ついさっきまでさ、0人とか、1人2人だったのにね、いや、この2、3分の間いきなりですね、22人とかになったんですよ。ね。さ、普通ありえないと思うのね。可能性としては、だから、2チャンネルかどっかにさらされて、で、一気にアクセスしてきたという可能性があるけどね。そうでなければ、その、もともとのその人数表示、視聴者数で間違ってたんじゃないかと思うんですけどね。まあ、ですが、今、この表、今は18人となってるけれども、さっきは22人くらいあったんだけど、だからそれだけ言うと聞いてるってことが分かったからね。まあ、それ大量の人が聞いてるっていうことでさ、まあ、そこでまあ僕はまあ、まあ自分なりに重要だと思うですね。その、何、神話ミュートするかお話というテーマとか、憲法では選んだやつをですね、語り直すというテーマとかね。まあ、あるいはその、かつてあった民族学、つまり、その土地、東の地方とかに座る民を集める民族学、今あったその都市伝説とか、百人の村とかね。そういったものが大事なんじゃないですかっていう話を、今は人数が急に増えたからね、してみましたね。まあ、それはなんでするかというと、それは、今人数が増えているから言うんだけれども、それは僕は大事だと思ってるからね。それはね。まあもちろんそれだけではダメでしょうけど、僕はそのことにですね、まあ一つはまあ、大変期待しているというか、まあ希望を見出しているというか、まあ希望を見たいというかね。で、それは僕だとそれはまあそんなに読書は十分じゃないかもしれないけどね。憲法関係の本だって結構まあチェックをしようとしてるけれど、その専門のその憲法学者の、あるいはその法律学者が書いたね、法学者が書いたその憲法論っていうのは、学問的だし重要だと思いますけれども。ですがね、やっぱりその僕にとってもね、それ難しいですよ。なかなか分かんないですもんね。だからそういうものがね、学者、研究者とか、あるいはそうじゃなくてもね、一定以上に憲法に関心を持っている人、以外に広まるか、伝播するかっていうと、それは難しいと僕は思うんですよね。だから何らかの形で、まあ、お話みたいなアプローチね。大塚秀治さんとか池田佳代子さんのようなそういったものも必要なんじゃないのかなというのを思うんです、僕はね。ええ、そういうことはまあ申し上げたかった。今人数が急に増えたからね。10倍に増えたから、そういうことを申し上げてみたんだけど。どうでしょうかね。テクノロジーとかメディアの問題で言えばさ、このユーストリームにしたってね、これまでのネットって基本的には文字情報だったわけですがね。ですがね、このユーストリームとかニコニコ生放送その他のようにね、視聴覚情報とか書くんじゃなくてその話し言葉っていうことも出てきているからね。それはですね、まあ、重要な変化だと思うんですよ。例えば、いや、僕は必ずしもね、小沢さん支持しないけれども、その彼が、ツイッターやるべきだというふうに、まあ、花嫁さん、その他の支持者が言うわけだけれども。でも、まあ、事務所の人とかがね、それはできないと。本人は高齢だから、ちょっとそういう、今更携帯とかツイッターできないと。そして、誰かが代わりにツイートする、代理ツイートすると言っても、それは責任が重大すぎてできないと。いう回答だったんだけど。で、僕はある意味では正解だと思います。正解だというのは、
別に何も今のネット時代で発信するのはね、ツイッターが全てじゃないからね。それこそ今彼がやってるのはニコニコ生放送とかでもいいと思うし、YouTube とかまあ生放送じゃなくて動画でもいいと思うけど、YouTube とかでもいいと思うけれども。だってそれはだってその彼が話しているところをその録画して、それを流せばいいじゃないですか。別に無理にその高齢の彼がですね、無理にツイッターしなくてもいいと思うよ、僕はね。だそういう意味で、うん。それに、まあ、あのね、まあ、ツイッター、フェイスブック、その他の、まあ、書かれた情報よりも、そういう、収穫情報、あるいはその、書くんじゃなくて話すということの方がですね、それは訴求力というか、訴える力も強いかもしれない、もしかしたらね。ねと、僕は思うんですよ。ですから、まあ、まあ、いくらね、その現代はネット時代だからね。まあ、みんなツイートやらなければならないと言ってもね。言わなければならないとまずおかしいし。だとしても、まあ、高齢でちょっとさ、できないっていう人までですね、無理にやる必要はないと思うんですよ。誰かは代理でやる。まあ、それもちょっと責任が重大だから、できない。まあ、それもしょうがないと思いますよ、僕はね。じゃあ、視聴覚情報を流せばいいじゃないかと思いますけど。ね。でも、そういうことはね、今、まあ、みんな どこもやってるけど、みんな。まあ、生徒もやってるし、生徒に限らずもやってますけどね。見てるのが嫌やから、ちょっと出かけてきます。ちょっと一緒に行きますよ。うん。じゃあちょっとそうそう終わりようかな。なんかちょっと、あれですよ。カップラーメンを買ってきてちょっと食べますか。すいませんですね。じゃあまあ今日はたくさんの人に聞いていただいてね。どうもありがとうございました。どうもね。じゃあね。